マニュエル・アロンソは、スペイン・サン・セバスティアン出身の男子テニス選手。フルゲームは、マニュエル・アロンソ・デ・アーレーザーがという。1920年代から1930年代に、かけて活動し、スペインにおける競技テニスの先駆者となった選手である。彼は1921年に、ウィンブルドン選手権のチャレンジラウンド決勝進出者となり、全米選手権で4度ベスト8に入った。 スペインが1921年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップに参加し始めた時の最初のメンバーの一人でもあり、1936年まで代表選手を務めた。アロンソは清水善造や原田武一との対戦を通して、同じく霊明期にあった日本のテニス界とも深いつながりを持っていた。右利きの選手で、体格は、 身長1 7 5トル体重6 6ラムほどであった。アロンソのテニス経歴は、第一次世界大戦終戦後の1920年から始まる。彼は5歳年上の兄、ホセ・マリア・アロンソであるエサーガと共に、アントワープ・ゴリンのスペイン代表選手として出場し、シングルスは、ノエル・タンブルとの準々決勝まで進んだが、兄と組んだ男子ダブルスでは一回戦で、 南アフリカ代表のルイス・レーモンドブライアン・ノートン組にストレート負けした。1921年からスペインはデビスカップに参加し始め、最初のデハイ戦は1921年5月21日から23日にイギリスのロンドンカントリークラブで開かれた。最初のスペイン代表選手はマヌエル・アロンソとマヌエル・デゴマー、エドアルド・フラッカーの3人で、 マヌエルの兄であるホセ・マリア・アロンソがキャプテンを務めた。スペインチームはイギリスに1勝4敗で敗れたが、アロンソがシングルス第4試合でゴードン・ローに勝ち、スペインのデビスカップ初勝利を記録した。それから、アロンソは1921年ウィンブルドン選手権でチャレンジラウンド決勝進出を果たす。ウィンブルドン選手権では1921年までチャレンジラウンドから オールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。大会前年度優勝者は無条件で、オールカマーズ決勝に進出できた点が、現在のシステムとの相違点である。アロンソは、チャレンジラウンド準々決勝でアルガーノン、キングスコートを下すと、準決勝で前年度のチャレンジラウンド決勝進出者、清水全蔵を3から6、7から5、3から6、6から4。 8から6で破り、清水の2年連続チャレンジラウンド決勝進出を阻止した。ところが、スペイン人選手として初進出を決めた、チャレンジラウンド決勝で、アロンソは南アフリカのブライアン・ロートンに7から5、6から4、5から7、3から6、3から6の逆転負けを喫した。チャレンジラウンド勝者となったノートンが、 大会前年度優勝者ビルチルデンへの挑戦権を得て、オールカマーズファイナルに進出した。この1921年大会を最後に、ウィンブルドン選手権では、チャレンジラウンドとオールカマーズファイナル方式が廃止された。1922年以後、すべての選手が1回戦からトーナメントに出場するようになり、現在に至っている。 チャレンジラウンドが廃止された1922年ウィンブルドンでアロンソはシングルス2回戦敗退に終わる。2度目のデビスカップは最初のイギリス戦と同じメンバーで戦い、スペインはインドに4勝1敗で勝った後、ワールドグループ準々決勝でオーストラリアに1勝4敗で敗れた。アロンソがシングルス第2試合でパットオハラウッドに勝ち、スペイン代表チームは大きな前進を見せる。 それから彼は1922年1923年の2年連続で全米選手権の準々決勝に勝ち上がった。アロンソは1923年からアメリカに引っ越し、以後は全米選手権を中心に活動した。この年だけはデビスカップに出場しなかったが、チームメイトのマニュエル・デゴマーとエドアルド・フラッカーがデハイ、ヨーロッパゾーン決勝のフランス戦まで勝ち進み、 1923年ウィンブルドン選手権の男子ダブルス準優勝者になった。1924年、アロンソはパリゴリンで2度目のオリンピック出場をした。前回のアントワープ大会に比べて出場選手が大幅に増えたため男子シングルスは前回の6回戦制から拡大され、7回戦制で実施された。2度目のオリンピックではアロンソはシングルス4回戦で、 ヴィンセント・リチャーズに5から7、8から10、6から2、3から6で敗れたが、兄、ホセ・マリアとの男子ダブルスで準々決勝に進んだ。スペインの兄弟ペアは、準々決勝で、リチャーズとフランシス・ハンターの組に4から6、4から6、3から6で敗れ、マヌエルは単腹ともリチャーズに道を阻まれた。オリンピックのダブルス二回戦で、兄弟ペアが日本の原田武一 岡本正組に勝ったことから、マヌエル・アロンソと原田武一が深く関わるようになった。1925年8月13日から15日、デビスカップのアメリカンゾーン準決勝でスペインと日本が対戦した。スペイン代表は、マヌエルとホセ・マリアのアロンソ兄弟、エドアルド・フラッカーの3人で、日本代表は、清水善造、原田武一、福田正之介の3人であった。 シングルス第1試合で、原田がフラッカーに勝ち、第2試合で、マニュエルが清水を破って、1勝1敗で、第3試合のダブルス戦を迎える。マニュエルとホセ・マリアの兄弟ペアは、清水と原田のペアに2から6、3から6、6から2、10から8、3から6のフルセットで破れ、日本が2勝1敗とリードした。続くシングルス第四試合で、マニュエルは原田に6から2、 4から6、3から6、4から6で敗れ、ここで日本チームの勝利が決まった。原田にとっては、このアロンソ戦の勝利が、生涯最高の試合だったという。デビスカップで日本に敗れた後、アロンソは1925年全米選手権で2年ぶり3度目のベスト8に入った。同選手権での最後の活躍は、1927年のベスト8である。 最後の全米準々決勝ではルネラコステに敗れアロンソは全米選手権で4度のベスト8止まりに終わった。選手経歴の後期には1931年と1936年の2度デビスカップに出場している。スペインにおけるテニスの先駆者となったマニュエル・アロンソは1936年のデビスカップと全米選手権を最後に41歳で テニス界から引退した。アロンソは1977年、スペインのテニス選手として最初の国際テニス殿堂入りを果たした。殿堂入りの7年後、マニュエル・アロンソ・デアレーサガは1984年10月11日、89歳の誕生日の1ヶ月前にスペインの首都マドリードで死去した。ありがとうございます。